皆さんこんにちは、マリナの日常チャンネルです。さあ本日は Get Ready With Me ということで、ちょっとねおしゃべりをいろいろしながら朝の準備をしていきたいと思います。おいで、寝起きにしては結構遅いんですけど、現在朝の11時ということで、午後にね撮影をするので、その準備をしていこうと思います。まずねお湯をね沸かしていこうと思います。で、今日はね、何の話をしていくかと言いますと、前回ね、前回っていうかちょっと前かな、サブちゃんで私の人生観についてっていうね、すんごい長いね、動画を出したんですけど、そのね、動画がすっごいコメントのね、数が多くって、なんかやっぱりね、同世代の人って同じことで悩んでるんだなってすごい思ったわけですよ。ぜひぜひ、まだ見てない方はこちらの動画を見ていただいてからぜひね、この動画を見てほしいんですけども、出来上がりました。お湯。ちょうどよくね、お湯が沸けましたので、我が家のスチーマーはこのティファールちゃんでございます。美顔器っていうかさ、スチーマー欲しいんだけど、何がいいかわかんなくってさ、私大学生の頃からね、よくこのさ、ティファールのケトルをさ、スチーマー代わりにしてさ、なんかこうやってさ、めっちゃ気持ちいいよ、これ。こうやってね、湯気をね、浴びたりだとかしてます。冬乾燥するしさ、めっちゃさ、気持ちいいんだよね、これ。で、このね、即席スチーマーをしながらね、この間買った無印のね、化粧水をね、ちょっとね、入れ込んでいこうと思いまーす。で、話戻るんだけど、前回動画出した時に、本当にいっぱいね、同じような悩みだとか、人生迷ったことだとか、なんかいろんなこと経験してる人がいるなと思って、で、今日の動画はね、その時の動画の番外編っていうか、あの時にね、ちょっと長くなるからね、喋んなかった部分について、追加で話していこうかなと思います。で、突然なんですけど、皆さんさ、やりたいこととかってあります？やりたいことだとか、自分はこの仕事で行くんじゃ、みたいな、そういうさ、熱意。わー、私これで行くみたいなさ、そういうものって皆さんありますか？私はね、全然なかったの。前の動画でも喋ってるんだけど、私さ、もともとめちゃくちゃミーハーで、自分のやりたいこととかなくって、とりあえずいい会社に入っとけばいいし、とりあえずお給料がいい会社に入ればいいかなと思ったし、とりあえずもう福利厚生があればなんか幸せになれるんじゃなかろうかと思って学生時代ね、こう就活をしたような身の人間なんですよ。で、もしかするとね、今の状態の私を見てる人は、マリナさんってそういう感じだったのって思ったりとかするかもしれないんですけど、本当にそんな感じで、もう全然やりたいこととかもともとないし、とにかく自分自身っていうよりかはね、自分のいる環境とか条件とかにばっかりね目が向いて、そこをモチベーションに生きてるようなね人間だったんですよ、昔。で、前の動画ではそんな状態のね私から、まあダーリンとね出会って、ダーリンから会社のブランドじゃなくって自分自身で生きていけるスキルだとか人間性っていうのを身につけた方がいいよっていう風に言われて、もう雷ドッカーンみたいな感じになって、そこからね会社を辞めたりだとか、フィットネス関係の仕事を目指したりだとか、まあ YouTube 始めたりだとか、こうガタガタガタってこうね人生をね変わっていったみたいな感じなんですよ。あー気持ちいい。あー気持ちいい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 。全然ティファールでなんか十分な気がするんですけど。今日はね、そんなやりたいことがわからん、何したらいいかわかんないの、もや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 ってしまくってた時に、ダーリンがね、また一つめちゃめちゃいいアドバイスをしてくれたんですよ。それについてね、話したいと思います。なりたい自分だとか、何を目標に生きてったらいいのかわかんないとか、漠然とさ、あるじゃない不安が、この世代の女性って。周りはさ、結婚してる人もいれば出産してる人もいれば、キャリアの中でもちょっとさ仕事場で差がついてきたりだとかさ、まあ、転職する人もいれば、もう忙しい、もう第二の思春期みたいな年頃じゃない、うちらって。そう、うちらってっていうか、そうじゃない人もいるかもしれないけど、でもね、私はね30歳前後ってそういう年だと思うので、まあそういうね人とかにダーリンからのアドバイスっていうのがね役に立てばいいかなと思って話そうと思います。やばい、ツルツルピカピカなんですけど、ティファールすごくない？ちょっとオフしまーす。当時ね、27歳くらい会社員として働き始めて5年くらい経った時かな。私はね、本当にすっごい悩んだの。もうやりたいことがわからん。めっちゃ大げさに言うと、何のために生きていくんだろうとか、私ってこの仕事このままやっていいのかなーっていうのの、もうなんかドツボにはまりまくって、本当に申し訳ないけど、体調崩すくらい、心と体のバランスがね、それでおかしくなっちゃったの。毎日ただただよくわかる。
からんね、不安に駆られてたんだよね。どんどん毎日は過ぎていくんだけどさ、仕事は目の前にあるし、それはこなさなきゃいけないし、でもなんか自分はずっとずっとモヤモヤしてるみたいな。そんな私にね、当時ダーリンがしてくれたアドバイスっていうのが、2ヶ月後に死ぬとしたら何をしたいかを考えてごらんって言われたんですよ。ダーリンからすると、2ヶ月後に死ぬとしたら今この2ヶ月やりたいことっていうのが本当に自分がしたいことだから、それを実現できるような仕事だとか生活っていうのをしてみたらいいんじゃないっていうアドバイスだったんですよ。なんかさ、また目から鱗でさ、めっちゃ絶妙じゃない？絶妙っていうのも変だけどさ、2ヶ月後に死ぬのよ。なんかすごい怖い感じになっちゃったけど、2ヶ月後に死ぬとしたらあなた何したいって言われて、皆さんどうですか？これ言われて私はさ、すごいまたさ、雷ピカーン、雷ドーンみたいな感じになって、何するんだろう私、2ヶ月ってまた微妙に時間あるし、明日死ぬとかだったらさ、もう高をくくるというか、なんかもう諦めたりだとかさ、あーもうなんか最後ベッドの上でおやすみなさいみたいな感じになるかもしんないけどさ、2ヶ月って色々できるじゃない。実家が田舎ない人はさ、田舎に帰ることだってできるし、海外旅行したい人だったらさ、海外旅行だってできるし、学ぼうと思ったらさ、2ヶ月あれば学んだりとかもできるだろうしさ、2ヶ月って絶妙じゃん。当時ダーリンにね、すごい悩み散らかしてる時に、自分が何になりたいかわからんっていう時に、そういう風にアドバイスもらったの。本当にこれについて真剣に考えて、ダーリンにもね、紙に書けと、ノートに思い浮かぶ限りやりたいことっていうのをね、もう書き出した方がいいよって言われて、そうすることで見えてくるからって言われて、もうとにかくさ、紙とペンを持ってノートの真ん中にでっかく2ヶ月後に死ぬとしたらやりたいことって丸く大きく書いて、んでそっからこう派生してって、例えば実家に帰って家族と会う、そっからまたピョコって出て犬と過ごす、親と一緒に旅行に行く、まあ、とにかくね、思いつく限りうえーってね、もう書き出しまくってみたの。これ本当にやってよかったなって思うんだけどね。皆さんせっかくだからさ、その動画見ながらちょっと考えてみて、どうする？みんな2ヶ月後よ。これはね、本当に正解って絶対なくって、それぞれのさ、感覚だからさ、違うと思うの。違うからこそ多分その人なりのさ、生き方だとか価値観だとか、本当にやりたいことだとかがね、多分見えてくると思うんだけど、私のね、場合で言ったらなんだけど、すっごいたくさんあったんだけど、とにかくね、家族と一緒にいたい、家族と一緒に過ごす時間を長く取りたい、実家の秋田だとかアメリカだとか、とにかくダーリンのね、家族含めていろんなね、家族親戚とかに会いに行きたいっていう大きな軸もあるしね。あとはね、すっごい私ね、健康体で死にたいと思ったの。亡くなる瞬間ってもちろんね、自分で選べるシチュエーションではないと思うけど、でも2ヶ月後に死ぬって分かってた私はね、人生で一番綺麗な状態で死にたいなと思ったの。肌がボロボロになったりだとか、自分が納得いかない体型だとかじゃなくって、もうすっごい健康体、もう睡眠もめちゃめちゃ取れるし、ご飯も美味しく食べれるし、食べ物食材とかにも感謝できるし、一個一個にね、感謝できる状態で死にたいなと思ったんだよ。これ本当にね、人によるから、高級な食事をもう毎日毎日して2ヶ月後に過ごすとかっていうよりかは、私の場合は自分が好きな手料理を食べたりだとか、地元とかのね、ばあちゃんが作ってくれた美味しいご飯を食べたりだとか、そういうことをしたいってすごい思ったんよ。その二つがね、私の中ではすごく大きかったの。そうだから、家族と健康体で死にたいっていう、要は何が言いたいかってね、そういう風に自分でね、ノートに2ヶ月後死ぬとしたら何をしたいかってブワーっとね、もう正直に書きまくると、自分がね、本当に大事にしたいものっていうのがね、見えてきたの。これのね、本当に自分に正直に書くっていうのが多分大事で、そんなノートなんてさ、誰に見せるわけでもないしさ、就活の時によくやったと思うけど、自己分析の一つみたいなもんだと思うから、どんな汚い自分だろうが、人にどう思われても別に関係ないじゃん。自己分析だから、自分で自分を知るための行為だから、どうだっていいじゃん。とにかくこの自己分析をやるときっていうのは、もう誰にもどうせ見られないから、自分の欲に率直に素直にノートに書き出してみるっていうのがすごい大事なのかなって思う。それによって私はすごくね、人生において大事にしたいものっていうのがね、明確になったなって思う。本当に人によると思うから、全然いいんだよ。いい悪いとかっていうあれをつけるもんじゃないと思うからさ。でも大事なのは、自分が本当になりたい姿だとか生活っていうのをね、考えるっていうことな気がする、うん、このアドバイスをもらった時、本当に私マジでもうまたダーリンすげえこと言うなと思ってびっくりしちゃったよ。あとね、すごい大事なこと思い出した。みんなをハッピーにさせて死にたいとも思った。自分の葬式とかするときにさ、みんながウォン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 泣いてるとかじゃなくて、
って生きてる間にはやっぱりみんなとエネルギーを分かち合いたいよなってすっごい思ったの。私は2ヶ月後に死ぬってなっても身内だけでとどまってっていうよりかはやっぱりいろんな人と本当に明るい話をシェアしたりだとか明るいニュースをね共有したりだとかしてもうなんか人生ハッピーみたいな感じでなんかぽっくり行きたいなみたいな。私としての大事な軸は元気で明るい情報をみんなとシェアするっていうことだね。整理したらね。皆さんはいかがですか？じゃあそれってねどんな人間なのって思ったらね、私の場合はもう母親だったの。そういうノートに書き出して2ヶ月後に死ぬとしたら私がやりたいことってなんじゃろかとまとめて、じゃあそれってどういう人なのって擬人化させたら、それってうちのおかんやんけーみたいな感じで思ったの。うちのおかんってそれこそさ体を動かしてる仕事だから健康体だし、体だってね私より全然さ今だって柔らかいし、私何よりさおかんが元気なことで周りの生徒さんが超元気なわけ。それってなんか一番すごいいいことだなと思って、でおかんみたいな人になりたいなっていうところに私は結論づいたの。ここが前回の動画の話につながるところなんだけど、私思うけどやっぱりやりたいことがある人ってさすごいと思うの。男女差別するわけじゃないけど、女性でさ私はこれがやっていきたいとかこういう夢があるんじゃとかさ、かっこいいじゃん。でもリアルなこと言うと夢を追っかけられる人ってさ、じゃあどんくらいいるんだろうって思った時に、やっぱりそういう目的とか夢がね具体的にない人の方が多いと思うの。私はなかったからさそういう人の方が多いんじゃないかなって勝手にね私は思うんだけど、でもやっぱり私本当ダーリンからそういうアドバイスを受けて本当にね27、8くらいですっごいねいろいろ人生を考えて悩み抜いた結果夢とか目標ができてね、本当に人生楽しくなった。こういう人になるぞとかね、今だったら宅トレを当たり前の世界にするっていうね、ダーリンとのね共通の目標とかもできたから、働くとか仕事をするとかプライベートどう過ごすっていうところもね全然景色が違って見えるんよね。これはね本当にありがたいことだと思う。アラサーモヤモヤ女子だった時の自分のこと考えると、こんなにね人って考え方一つでね世の中変わるんだと思って、すごい生き生きするんよね。私はね本当ダーリンのおかげでそういうね自己分析をして自分のやりたいことだとか自分が行きたい道だとか憧れのね生活、憧れの女性みたいなのがねすごい明確になったから、本当に本当に良かったなって思う。ありがとうダーリン。このね考えっていうか自己分析はね同世代の人にはね絶対一回やってみてほしいもんね。紙ペラとペンさえあればできるからさ、今すぐできるよ。脳みそで考えるんじゃなくてちゃんと書くことね、書くこと湧いてん。書いてくとさどんどんさあこれもやりたいこれもやりたいみたいな感じでね、目で見るとやっぱり違うんよね。どん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 ね想像がね膨らんでね、スマホにメモするのとね全然ねこれに関しては違うから、紙とペンでぜひやってみてほしい。ということで、なんやかんや言ってる間にね顔面が完成しましたね。やっぱりみんなとおしゃべりしてると早いな、あっという間に終わっちゃった。今日は髪の毛はね一本にするから巻かずにこのままでいこうと思います。それでは今日の動画は以上にしたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。皆さんが悩んでることだとか自己分析したことだとか今日の動画を見て感じたことだとか、ぜひコメント欄にコメントください。きっとねメモ代わりに使っていただいてもいいかなと思います。こういうね人生を語るみたいな話本当に私大好きで、これからもめちゃめちゃしていきたいなと思うんだけど、個人的に大事だなって思うのは動画見て満足じゃなくってぜひね行動に移すことが一番大事だと思うんですよ。もしよかったら本当に今すぐ紙とペン出して真ん中にぐるって2ヶ月後に死ぬとしたらやりたいことって書いてブワーってとりあえずね書き出してみてほしい。それによって私みたいに人生ガラって変わったりもするから、本当にありえるから、ぜひ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 やってみてほしいです。やってみた感想とかも教えてね。それではまた別の動画でお会いしましょう。皆さんハッピーな人生を一緒に歩んでいこうね。じゃあねー。